ネルソン・アップルトン・マイルズは南北戦争、インディアン戦争及び米西戦争に従軍したアメリカ合衆国の軍人である。マイルズはマサチューセッツ州ウエストミンスターにある家族の農園で生まれた。ボストンで働きや学に通って軍事誌を読み、戦闘演習を含み軍隊の原則や技術を身につけた。南北戦争が始まった時、マイルズは ボストンの食器店で事務員をしていた。1861年9月9日に志願兵として北軍に入隊し、多くの重要な戦闘に参戦した。第22マサチューセッツ不評連隊の注意となり、1862年5月31日には、第61ニューヨーク不評連隊の中佐に任官された。アンティータムの戦い後に大佐に昇進した。 その他にもフレデリックスバーグの戦い、チャンセラーズビルの戦い、およびアポマトックス方面作戦に参加した。戦闘で4度負傷し、チャンセラーズビルでの功績を認められて、志願兵の順位賞への名誉昇進を果たし、名誉勲章も受章した。今夜の戦いとスポットシルバニア・コートハウスの戦いでの功績により1864年5月12日に順位賞となり、 最終的には26歳で少々にまでなった。1866年7月、マイルズは正規軍の大佐に指名された。1869年3月、第5アメリカ風評連隊の指揮官となった。1868年6月30日に、メアリー・ホイト・シャーマンと結婚した。メアリーは、ホイト・シャーマンの娘、ウィリアム・シャーマンとジョン・シャーマンの名であり、 チャールズ・アール・シャーマンの孫娘だった。マイルズは、グレート・プレーンズのアメリカ・インディアン種族に対する、陸軍の作戦のほとんどすべてで、指導的役割を担った。1874年から1875年、カヨア族、コマンチ族を呼び、レッド川沿いの南部シャイアン族を破る部隊の、野戦指揮官だった。1876年から1877年の、 間では、ジョージ・アームストロング・カスター・中佐が、リトル・ビッグ・ホーンの戦いで敗れた後は、北部平原を平定する作戦に参加し、数族や、その同盟種族を、保留地に押し込めた。1877年冬、モンタナ州を横切る強行軍を行い、ジョセフ州長に率いられたネペルセ族の部隊を止めた。ネペルセの指導者、 ジョセフ州長は、インディアン巡州に監禁され、その窮情を批判する世論が高まる中、マイルズは、次第にジョセフと心を通わすようになり、その軍歴の残り期間、オリバー・オー・ハワード将軍と争うことになった。戦略的には、イエロー・ストーンにいる間に、通信信号を送るための、日光反射信号機実験で、専門知識を広げた。 これは、陸軍信号司令部のアルバート・ジェー・マイヤー淳将が支給したものだった。1886年、アリゾナ州におけるジェロニモたちアパッチ族の抵抗戦に対する軍指揮官として、ジョージ・クルック将軍と交代した。クルックは、チリカワアパッチ族指導者を捕まえるための行動で、アパッチ族石膏に過度に頼りきっていた。マイルズはその代わりに、白人部隊に頼り、 過酷なシエラマドレ山脈で、ジェロニモたちを追って3000マイルも動き回ったが、虚しかった。最終的にアパッチ族のやり方を学んでいた、チャールズ・ W ・ゲートウッド少尉が、ジェロニモと、その追随者たちは、フロリダ州の居留地に追放監禁されるという、条件で、その降伏を交渉することに成功した。この追放者の中には、陸軍のために働いた。 チリカーは族のものまで含まれており、マイルズが彼らと同意したことを破っていた。マイルズは、ゲートウッドが交渉に成功した功績を否定し、ゲートウッドをダコタ巡州に転籍させた。この作戦の間、マイルズの特殊信号部隊が、日光反射信号機を後半に活用し、野戦における有用性を証明した。特殊信号部隊は、 W.A. グラスフォード大尉の指揮下にあった。1890年、北西部一帯をゴーストダンスと呼ばれる信仰が石鹸。白人に対して反抗的な競技を重く見た連邦政府の命で、マイルズは以前の勤務地に戻ったが、数族を従わせようというマイルズの行動がビッグフット州長の首都、約300名の虐殺につながった。 これは1890年12月29日のウンデッドニーの虐殺と呼ばれ、犠牲者のほとんどは女性や子供だった。マイルズは直接ウンデッドニーの虐殺に関わってはいなかったので、その時の指揮官を批判した。マイルズは全体としてアメリカはインディアンに関する権限があるとの持論を持ち、数族を米軍の支配下に置こうとした。 アメリカ陸軍軍事施センターにあるマイルズ将軍の肖像プエルトリコでのマイルズ将軍1894年、マイルズはプルマンストライキのボートを鎮圧するために動員された部隊を指揮した。1895年にはアメリカ陸軍総司令官に指名され、米西戦争の間その職にあった。マイルズはシボニーなどキューバの各地で部隊を指揮した。 サンティアーゴデ・クーバでのスペイン降伏後、プエルトリコ方面作戦と、今日呼ばれるものでグアニカに上陸しプエルトリコ、侵入部隊を自ら率いた。前線で支給されていた牛肉の品質が極めて劣悪だと明らかになった時、マイルズは公聴会でこの問題を取り上げた。牛肉調達に関するスキャンダルは世論を騒がし、 ラッセル・アレクサンダー・アルジャー陸軍長官解任の演員となった。マイルズはプエルトリコに設立された軍政府の初代長官となり、占領軍と民事管理の両方の長となった。1900年に米西戦争の功績で中将に昇進した。セオドアル・ウズベルト大統領からは勇敢なクジャクと呼ばれたマイルズは1903年に定年に達して退役した。 その退役の時に、連邦議会が、アメリカ陸軍総司令官の地位を廃止し、陸軍参謀総長が導入された。マイルズは、南北戦争、インディアン戦争及び米西戦争で指揮官として、従軍した。70代後半の時に第一次世界大戦での、従軍も志願したが、ウッドロー・ウィルソン大統領がその年齢を理由に、断った。 マイルズは1925年5月15日、85歳で、心臓発作で死んだ。アーリントン国立墓地のマイルズ病に埋葬された。この墓地の中にある二つしかない病の一つである。名誉勲章階級と組織、大佐、第61ニューヨーク不評連隊。場所と日付、バージニア州チャンセラーズビル、1863年5月3日。入隊。 マサチューセッツ州、ロックスベリー。出生、マサチューセッツ州、ウェストミンスター。発行日、1892年7月23日。表彰的の強力な部隊による繰り返し攻撃に、対して、全身陣地を指揮して耐え、重傷を負った決出した勇敢さに、ありがとうございます。